ジェリーマウスは、トムとジェリーに登場する架空のネズミのキャラクター。ドタバタコンビ、トムとジェリーの一方、捕まえようと追いかけてくるトムの攻撃を、ひらりとかわしてしまう。トムが飼われている、家の壁穴に住みつくネズミ。正式名称は、ジェリーマウスで、フルネームは、ジェロームエマウス。ハンナ・バーベラ第一期第一作目、上には、上ガールでは、ジンクス、ワルツの王様では、 ヨハンという名だった。体の色は茶色。劇中、20日ネズミに間違われることもある。親族としてはいとこのニブルス・タフィーやマッスル、マーリン、オジなど、トムと比べて多く存在する。作中で登場する他の動物がジンゴを話す場合があるのに対し、ジェリーはジンゴを滅多に喋らないキャラクターとして設定されているが、 日本語版では同じ区文章をセリフとして喋る場合があり、一人称は僕。特に TBS 版、堀あ子吹き替え担当文のソフト版では翻訳を目的としない身振り手振りや表情に合わせた独自のセリフが多い。また、一部のパブリックドメイン版 DVD では声に加工が施してある。トムのライバルにして親友。トムとの追いかけっこは、 大抵ジェリーの勝利で終わる場合が多い。時に負けるもしくは、しっぺ返しを受けたこともあるが、直接的な被害を受けることは、あまりなく、話の中には、引き分けや共闘もある。トムとの喧嘩や追いかけっこでは、圧倒的な勝率を誇り、トムの攻撃を完封することもしばしばあるが、ほとんどの物語では、序盤、または中盤では、劣勢なものの、その優れた頭脳を駆使して、 トムの仕掛ける攻撃を逆手にとって反撃をし、最後に巻き返す作品が大半である。ジェリーが敗北する作品は実に10本に満たない。体力面では、サイズゆえか、トムに比べると、息が切れやすいが、小回りが効き素早い。通常時のパワーはトムに劣るが、時として、体に似合う快力を見せつけることがあり、部屋の隅に追い詰められると、急尊猫おかみよろしく猛反撃に出て、 トムを叩きのめすこともある。だが、ニブルスをトムがいじめた時など、激怒した時には、驚異的な力を発揮することもある。空手や柔道などの格闘技の素養もある。両利き。剣術の腕前はトムと互角だが、ニブルスが加わることにより結果的にトムに勝ってしまう。机の足や壁の端から片足だけを出して、トム他を転ばせる技もある。 トム同様に空間をねじ曲げたようなアニメ的演出の技で巧みにトムを翻弄する。トム同様に重いものに押し潰される、高い場所から落ちる、またはトムのいたずらで散々な目にあっても本当に死なない、不死身のネズミである。不死身ぶりが発揮されるのはジェリーの一族に共通しており、口述のようにニブルスも同様にトムの腹から脱出していることがある。 しかしトムによって、冬の屋外に放り出された時は、停滞温床で評価のようになり投資仕掛けことがあるが、トムに救出されたことでことなきを得た。トムにいじめられているように見えるが、本人も大のいたずら好きであり、トムに対して容赦ないいたずらを仕掛けて妨害したり、困らせることが多く、わざわざ危険を犯してまで、彼を怒らせている時もしばしば、 ややちゃっかりしたところがあり、トムが単独で美味しい思いをしていると便乗するためにやってくることも多く、それで彼の怒りを買うパターンもある。トムが演奏会に出たり大金を手に入れたりするとありとあらゆる方法で邪魔をし、同様に悲惨な目に合わせている。時に理不尽にトムを悲惨な目に合わせる無邪気ないたずら者だが、 泥酔したトムが、お手伝いさんをからかったり無理やり起こそうとする際には、力属で止める、失恋し、自殺を図ろうとするトムに寄り添うなど、喧嘩の範疇を超えた領域では両親をか間ま見せる、ことがある。ジェリーに対するトムがそうであるように、実はトムがいないと非常に寂しがるセンチメンタルな面も、持ち合わせている。このため、トムが、家から追い出されると彼が家に戻れるように格作する。 トムが自分ではなく、メス猫を追うようになると、恋地を妨害することもある。ただし、初期は彼が家から逃げていく際、喜んで手を振ったり、死んだと分かった際もそれほど悲しまなかったことがあった。田舎暮らしに飽きて一度都会に出たことがあったが、都会の喧騒に嫌気がさして、一晩で戻ってきてしまったことがあり、その際一度別れを告げたトムにキスをしていた。トムと同様、 彼と利害関係が一致した際には急戦し、共闘を持ちかけることがある。共同作戦を練るのはもっぱら、ジェリーの役目で持ち前の聡明な頭脳と天才的なひらめきで体力派のトムと共に巧みな連携プレーを披露する。ネズミ以外の小動物とはサイズゆえか、すぐに仲良くなれる上、スパイクをはじめとする冒険。 ライオンやゾウのような巨大な生き物にも懐かれることが多い。前者はトムに襲われているところを助けて共闘し、後者は窮地を助けて恩返しに来てくれるパターンが多い。ジェリー自身も世話すきかつお人よしな側面を持つため、助けを求められればどんな動物でもトムなどの外敵から守るべく行動に移す。特にニブルスや帰りたてのアヒルなど自分より幼いものには、 面倒見の良さがより強調され、聞き分けがなければ厳しく注意し、危害が及べば危険を顧みず助けに飛び込むなど正義感の強さが色濃く現れる。そうじてネズミ嫌いの人、猫以外の動物に対しては好かれる傾向にある。トムがメスネコに一目ぼれして恋するように、ジェリー自身も可愛らしいメスネズミに一目ぼれして恋に落ちることがあるが、 話によってはトムが一目惚れしたメス猫と恋仲になる場合もある。また、可愛い子金魚ちゃんでは、メスの金魚、ジェリーと子猫では可愛らしい子猫に一目惚れし、双方がトムに狙われた時は身を挺して、金魚や子猫を守ろうとする、凛々しい一面を見せる。チーズが大好物だが、別段変色はせず、肉類、成果から、菓子、パンの類まで何でも平らげる。 トムの好物でもあるミルクへ異常に執着する作品もある。赤ちゃんはイーナではトムをからかう際に、トムとジェリーテールズではトムの作戦において助走を披露している。トムと同じく多芸多祭で芸術面、体力面などで才能を発揮する。また、ダンスの腕も一流である。特にコンサートの舞台で本来の主役であるはずのトムから、 監修の注目をかっさらい自分だけがスポットライトを浴びるなど、音楽の才能は持ち前のちゃっかりした気質とも結びついている。文筆の才能に秀で、常日頃から日記をつけているほか、自ら手がけた小説が世界中で大ヒットし、5万ドルの印税を手にしたこともある。書籍類も数多く持ち合わせており、身の丈にあったミニサイズから、 巨大な辞典まで家から引っ張り出してくる。いかなる場所に閉じ込められても必ず脱出できるという特技を持つ。その脱出劇はイリュージョンさながらであり、トムをたびたび驚愕させる。また、トム同様の空間歪曲能力的なものがあり、前述の通り、トムの体内でも自由に走り回ることが可能で、これもまた、ジェリー脱出の一助となっている。 トムがジェリーを飲み込んだ話もあったが、その際ジェリーはトムの鼓膜を破って脱出している。基本的に人家の壁に半楕円形のネズミ穴をくり抜き、その中に住んでいる。作品によっては郵便受け、グランドピアノ、ビリヤード台のポケット、ラジオなど変わった空間にも今日構える。巣の中にはマッチ箱や菓子の箱などを利用した家具、 オイルサーディンの缶でできたベッドなどが置かれている。その旺盛な食欲を満たすために冷蔵庫や食卓を蹂躙し、家の食料を大量に備蓄していることもある。また、家中のありとあらゆる場所に非常口とその経路を張り巡らせており、金庫の中さえも侵入することができる。これによってトムの隠したミルクを強奪したこともあった。この巣穴には、 小麦期帯用の様々な仕掛けが施されていることもあり、扉がついていたりファスナーで閉じられるものや、コンセントの非常口や壁の隠し扉もある。ありがとうございます。